はい、SR400 の、今回は2型ですね、のだいぶ綺麗なカスタム車両が入ってまいりました。はい、まあカスタム箇所といえば、まずリア周りですね、このフェンダーレス化されているもの、まあ、フェンダーレスって言っていいのかなわかんないですけども、ちゃんとした部品がついてますね。はい、でウインカー前後変わってますね。マフラーはスーパートラップマフラー、これスーパートラップかスーパーサウンドですね。はい、スーパーサウンドマフラーですね。で、それから吸気系がこのようにパワーフィルター仕様でなってます。これブローバイガスでちゃんと戻してますね。いい子いい子です。はい、で、シートが交換されてグラブバーもショートのものになってますね。はい、でタンクそのものだいぶ綺麗です。はい、これ誰が磨いたのかな。はい、石坊岡くんが舌で磨きました。はい、嘘ですよ。あの石岡くんが誠意を込めて一生懸命磨いたタンクです。はい、というような、あの車体的にはあの2型なのに非常に綺麗ですね。なかなか珍しいです。はい、で、あのなんで2型を入れたんですかということなんですけども、あのまあ綺麗だったからというのは一番なんですが、あの3型のとの違いとか、あとはまあ面白いことにこれ純正バックステップなんですね。まあそんな話をしたかったです。はい、純正バックステップとは何かという部分なんですけども、まあステップがあってブレーキペダルがあってキックペダルがありますけども、まあ、この位置覚えておいてください。今こう V 型になってその位置よりも前に来てますね。はい、でこれこうやって畳めます。キックと干渉するから。はい、で、ブレーキアームがこの長さ。じゃあ反対側見てみましょうか。はい、ちょっと狭いですけどね。はい、はい、これも V の位置の、まあ、真下についてて、でこれシフトペダルリンクがついてますね。はい、リンクがついてますね。はい、じゃあ3型見に行ってみましょうか。じゃあ一緒に3型のバイクを見ましょう。こちら、はい、フレームの V があってペダルだいぶ前に来てるの分かりますか。フレームの V があってあっちの純正バックステップはこの辺でした。はい、ペダル前に来てますね。はい、これが普通の今の現行であり、純正バックステップじゃないやつの位置です。でペダルに干渉しないので、キックペダルに干渉しないのでペダルは折りたためません。まあ、畳めるけどスプリングで戻っちゃいます。はい、で、ブレーキペダルはかなり長いことになってますね。はい、じゃあ反対側見てみましょう。はい、こちら側もフレームの V の下じゃなくて前についてますね。でシフトペダルにはリンクがありません。はい、ね、これが一般的な仕様になりますけれども、じゃああちらの2型に戻ってみましょうか。はい、見てみましょう。はい、もう一度見てみるとほら違いが分かります。 V よりもほぼ真下にペダルがついていてアームが短く、ステップは畳めます。はい、ね、というような感じで、純正バックステップと呼ばれてますけれども、純正で足の位置が少し後ろになるようにしたものがついてます。はい、これ、社外品とかオプションパーツじゃないです。この年式この年代はこのペダルポジションがいいということでこうなってました。はい、だからカフェレーサーとかにする人はですね、このペダルを欲しがります。はい、このペダルポジションに従うんで、そういうわけで割と、まあ、これは分かってる人がカスタムしたのかなというふうに思いました。で、あと、フロントが2型なのでドラムブレーキです。まあ、ものの本には、まあ、今ドラムがどんどん減ってるからドラムブレーキに高値がつくんじゃねえかなんて言ってる雑誌もありますが、そんな日は来ないでしょう。はい、じゃあドラム見てみましょう。ドラムの構造ですね。まあこれもちょっと豆知識的な話で面白いのでやってみますけども、SR の2型のフロントのドラムブレーキ、まあ、3型はディスクで、2型も3型もリアはドラムになるんですけども、まあこれこのドラムブレーキというのはですね、SR の元になった XT というバイクから来てるんですけども、これなんだろうと。これ、インテークに見えます。エアインテークに見えるんですけども、実は穴開いてないんです、これ。ここ、全然。穴開いてないです。めくらなんですね。はい。インテークじゃないんです。これ、ただの放熱フィンなんです。XT のバイクになるとですね、ここに水を抜く、こう、線がついてるんですけども、これ線がついてる代わりにここにちょっと
出っ張りがあって穴が開いてるんですね。わかりますか？はい、そういうのがついてます。こういうですね、微妙な構造中に、水とかですね、ブレーキライニングが削れたカスとかがあると、ここからこことか縁からポロ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 出てくるようになって、で、ブレーキドラム熱を持つとですね、ブレーキ効きづらくなってきますので、こういう放熱ピンをつけてアルミのハウジング、アルミというのはですね、非常に熱伝導率の高い金属なので、熱を持っても放熱をすることができます。で、アルミをつけてですね、このように放熱に対策をしているわけですね。はい、反対側つるっとして何もないんですけど、で、まあ、2型、1型もそうなんですけど、昔の SR というのはですね、フロント19インチでした。で、ある一点を境に18インチになってます。まあ、これ18インチですけども、まあ、2型っていうのは結構面白い歴史を持っているので、まあ、SR といえば2型だよねという人も未だに多いようです。はい、ただやっぱり年式的にどんどん古くなってきちゃってるんで、なかなか2型ですって自信を持ってですね、皆さんにお出しできるコンディションっていうものが、逆に言うと3型よりレア、綺麗な3型よりもそこは希少になってきてますので、こういうですね、もうもちろんパーツの互換性あります。外装パーツ特にですね、2型の部品、3型の部品も使えます。はい、電装系とかジェネレーターとかですね、その辺はまあ使えないですけれども、改造幅としては2型の方は余裕があるでしょう。はい、じゃあエンジンをかけてみましょうか。2型はですね、3型に比べるとエンジンのかかりが悪いなと言われますけども、まあ、我々古い世代の人間からしたらですね、3型の SR が気持ち悪いぐらいエンジンのかかりがいいんですね。はい、なのでちょっとやってみます。で、今ちなみにバッテリーが空欠なので、もしかするとすんなりかかんないかもしれないです。はい、で、キックインジケーターを出しまして、この状態からキックをするわけなんですけども、まずちょっとチョークを今引いてないですけども、思いっきり踏み下ろしたいと思います。せーの、ふんと、あ、かかりましたね。で、パワーフィルター仕様ですので、最初はエアが薄いので、少しこのようにですね、2000、3000回転ぐらいで持って暖気をしてやってください。で、咳込まなくなればもう OK です。はい、アクセルを開けて、エンジンの回転数がですね、上がるようになってくればもう走って問題ありません。まあ、2型って言って3型と比較されることが多いんですけども、基本的な設計は同じです。で、ものとしてもこれとてもいいものなので、まあ、ドラムやですドラムブレーキにこだわりがある方にはちょうどいい車両なんじゃないのかなっていうふうに正直にそういうふうに思います。はい、ですね、そうですよね、そうですよね。サハロ寒いから手を口の中に入れて温めてくれないか。あ、温かいな、温かいな、あ、温かい、デローンまあこれは服で拭くっていうね。はい、そう、車検が2年つきます。で、基本的な部品交換を含んだ価格になっております。よいしょ、車検2年かな、まあ、車検がつきます。で、基本的な部品交換、それからテスト走行ですね、それからあれです、名義変更を含んでますので、店頭を乗り出してやればお客さんに、はいどうぞと、これでもう、全部で OK ですよという形で、はいどうぞ乗り出してくださいという状態でお渡しする金額が、バイクブロスやグーバイクの方に、乗せさせていただくいただいている金額であります。はいですね、いかがでしょう。なんかあとは何かお話しすることあるかな。そうですね、あ、これですか、これですか。あ、これはですね、このバイクにとてもよく似た T シャツをの絵を描いてですね、
たまたま似ちゃったんですけど、うちのオンラインショップのページの方でですね、いろんな種類 の、 あのバイク T シャツ扱ってますので、もしご興味があればそちらもご覧ください。はい、というわけで、SR400 の2型あ外装綺麗で、状態も良いものです。お探しの方いらっしゃれば、3型より値段が若干安くなりますのでお買い得かと思います。はい、どうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。